ドイツ村公園は、徳島県鳴門市大間町日野木にある公園である。日本の歴史公園百戦選,選定。第一次世界大戦で捕虜となったドイツ兵士、収容所の坂東奉行収容所跡を中心に建設された。周辺には周辺には、鳴門市ドイツ館、アーチ型石橋のドイツ橋、メガネ橋、坂東の鐘があり、日独友好の広場である。1976年には、 収容所後のドイツ村公園に合同慰霊碑が、鳴門市と在大阪、神戸ドイツ総領事館によって建立された。2011年には、ドイツ村公園西側に、モーニュメント、赤十字ゆかりの地が、日本赤十字社徳島県支部によって設置された。ドイツ村公園、めぐりメクシ国。2019年4月3日閲覧。 七婚流の保留遺令費を訪問も届く総領事、ロエルさん三男徳島新聞。 http コロンスラッシュスラッシュ www。t o p i c s or。jp。スラッシュ。locln。ews。スラッシュニューススラッシュ。二零一六スラッシュ。零二スラッシュ。二零一六。十四兆五千四百二十八億七千五十七万三千四百二十一。html。二千十九年四月三日閲覧。赤十字ゆかりの地。日本赤十字社徳島県支部。 h t t p s w w w t o k u s h i m a j r c o r j p ゆかりスラッシュ2019年12月8日閲覧。ありがとうございます。